みなさこんにちは、えー、ウィルの読者の皆様の集まりだということで、まあ、私が続けさせていただいている連載も、えー、お目に留まっているかと思います本当に嬉しく存じます、えー、ワーク出版の皆様に心から感謝を申し上げたく存じます靖国の森に眠る方々 これも公務士された方です国策に準じて尊いかけがえのない命を落とされた方々ですで、まあ、当時はですね当時はやはり出生される前にもしものことが自分にあったら靖国の森に会いに来てくれともしくは靖国の桜を見に来てくれまあ、様々な えー、戦没者のご遺書を私は拝読しましたけれどもまあ当時は靖国に祀られるんだと、えー、思って行かれた方々ですよ。まあ、それを戦争が終わって随分経ってからですねあの戦争が間違いだったとか良かったとか悪かったとかあのそういう当時の国会史とは別のところで今の価値判断で裁いてそしてなんか靖国神社に。 私なども参拝に行ったらまるで罪人のようにこうメディアの方がずらっとカメラ並べててです、ね、あの私費で玉串料を出されましたかどうですかってもう毎年毎年同じ質問をされるその時のです、ね、国会っというのはやっぱり日本があの自尊自衛のために立ち上がらなきゃいけない、まあ、当時の天皇陛下の開選の招、えーまあ、これを 国の意思だと思って皆さんつらい中戦場に赴かれたわけでございますだから今の価値観で全部判断して遡ってこれはいいこれは悪いって言い出したらアーリントン墓地にお参りすることもじゃあどうなんだとベトナム戦争の戦没者も眠っているでもベトナム戦争が良かった悪かったいろんな判断がありますまだ未だに論争がありますそれから アメリカの軍事裁判で有罪となった人も眠っているだからそれでもいいのか悪いのかでもそんなこと関係なくアメリカの大統領は毎年5月にメモリアルデーに献花をしそしてスピーチをしてますよねだからまあ私はあの海外どこに行ってもまあもちろん私費ですよ私費で。 お花を用意したりこの間は G7 でイタリアに参りましたけれどもその時にはこんな大きなリースを用意してそれぞれの国の戦没者に敬意を表させていただいてまいりました。 まあそれは総務大臣であった時もそうです、で今の大臣になってからもそうです、大臣じゃない期間もそうです、大臣じゃない期間、まあ、は割と自由に海外に出られますので、まあ、そういった時には南太平洋でお亡くなりになったアメリカ軍も日本軍も、そして巻き込まれた現地の方も、ムラムラに分け入って追悼する行事にも参加をしてまいりました。 まあどちらにしてもそれぞれの国に大義がありますそれぞれの国に当時の理由事情がありますで国際社会の枠組みルールも今と当時では違いましたでもそれぞれの国を守るために家族を守るためにと思って命を落とされた方は国籍に関係なくこれは尊いものだと考えて敬意を表し合う。 まあそれが私は普通の姿だと思いますので、あのアメリカに行ってもアリンと墓地にも当然お参りしますよ、あの悔しさはあります、だって戦時国際法違反の大空襲をあちこちでされたんですから、それは悔しさはあります、私は奈良県です、で奈良県はまあ幸い、大空襲には見舞われませんでしたが、でもお年を召した方から聞いたら、今でも忘れられんと。 大阪と奈良県の境に生駒山っていうのがあるんですが生駒山の向こうの空が真っ赤っかやったんやとあの日のことは忘れられんと言われますよだからまあそういうあの当時も戦時国際法違反だったことをやられたで原子力爆弾を落とされた。 その悔しさはあっても、まあ、それはそれぞれの国に大義があるわけで、まあ、一人一人の兵士に何の責任もないわけで、まあ、これはお互いに敬意を表し合う、まあ、そういう世界になっていくように、まあ、外交努力を続けてほしいし、まあ、自分がそういう立場になったら、そういう外交努力をぜひ、まあ、ともしたいなと思っております。